サイドから何度もチャンスを作っていますが、ここもチャンスになりそうだ。クロス、山内だ、シュート、決まった、1点を返した。一人少ない FC 岐阜、1点を返しました。さあ、あと1点。後半から入った久保田がマークを外しました。低い位置からクロスを入れてニアサイドに走り込んだ山内。